こんにちは、セーラン義塾講師の畑野です。私ですね、突然なんですが、高校時代に吹奏楽部で指揮者をしてまして、何するかっていうと、例えば始業式の時とか、終業式の時とか、あるいは卒業式の時とか、入学式もですね、そういう時にみんなの前に行って校歌の指揮をするんですよ。例えばダー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 とかやるんですけど、そういう立場なんですね。全校生徒が向こう側にいて、で自分は一人ステージの上にコト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 コって言ってですね、礼をして指揮を始めるんですけど、そういう立場になったんですね。でだけど自分の中で部活は一生懸命やるんですけど、かといって勉強をおろそかにしてるっていう、そういうのはあまり許せなかったんですね。なのでちょっとこう勉強も頑張りつつ、でも指揮者もやってて、まあ、かっこよく見せたいなみたいながありました。でですね、だけど楽器はクラリネットやってます。でクラリネット特に、今だったらまだいいんですけど、中学生とか高校生とか始めた頃のまだこう経歴が浅い子たちっていうのは、例えばテスト週間とか1週間楽器弾けませんとか触りませんとかでするとすごくこう体のなんていうんですかね、こう口の作り方とかお腹の使い方とか、さすがに指使いをしてることはあんまりないんですけど、とにかくこうスポーツをなんか何週間かしなかったみたいな感じですごく鈍っちゃうんですよ。なのでテスト中でも自分楽器を吹いてましたし、かといってこうテストの順位を下げたくないみたいな、すごい難しいところがありました。で今日皆さんにお伝えするのは、そんな自分がですね編み出した勉強法をですねお伝えします。でセーラー服のポケットとか学生服のポケット、こういうここにあるじゃないですか、大体。でこんなにも大したメモ書いてないんですけどあれですね、ここにその日にこうなんていうんですかね、英語の時間とかに英単語を10問テストしますとか、よくあるじゃないですか。例えば定期テスト前とかでも、こう漢字をここからここまで覚えなさいとか、日本史の人名を覚えなさいとか、覚えることよくあるんですよね。だけど楽器吹きたいんですよ正直楽器吹きたいのに覚えなきゃいけないなっていう、その矛盾をどうしたかっていうと、実はこう本当ですねある高校に通ってたんですが、うちから、高校までの距離がですね、なんと8キロありました。8キロっていうのは歩いたことはさすがにないんですけど、自転車で行くと、普通にちょっとのんびり行くと30分ですね。で、ちょっといろいろこう、朝練もあるので、間に合わないとか飛ばすと、最高記録が23分だったんですけど、あれですね、途中で信号が13個あります。覚えてます。で、だけど同じ道を隣をバスが走ってるんですね。バスもあるんですよ。だけど、この片道400円するんですよ。して往復したら1日800円じゃないですか。それ高校生の自分だと結構大きかったんですね。だからこの自転車で毎日30分使って、高校に行きまた帰ってきてっていう風な日々を送ってました。でだけどその、信号が13個歩いていました。そのために止まれるじゃないですか。でまた走り出すんですけど、で一方でこのバスの中でですね、なんか参考書とか見て通っていくこうクラスメートもいるわけですよ。って思った時に、このポケットを活用しようとして、だから家を出る前にここにポケットにその今日やる単語とか、あるいはその昨日や授業でやってまだ覚えてないそういう日本史の人名とかっていうのを書いて入れとくんですね。で漕ぎ出すやつ、信号止まったとか思ったら見てですね、あこれと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 で入れて、でそう考えながらこう自転車漕いでですね、例えばこの単語の意味はこれで、この単語はこれで、あと1個何だったっけとかって気になるんですね。それでそうすると、また信号止まった時にこう見て、あ、そうそうそう。ああやってやるんですよ。で、やるとですね、何でもないようなんですけど、この、ぜひここから皆さんにもね、一回考えていただきたいんですが、1日の片道30分っていうのが、往復だともちろん60分なんですよね。これ1時間です。これが平日だけでも5日間あるので、そうすると掛ける5なので、5時間です。1週間で、平日のみでも5時間です。それが1ヶ月になったら、それ掛ける、4週間だとして4掛けると、20時間になるじゃないですか。それ3ヶ月とかやったら60時間とかになりますよね。で、その高校3年生の夏休みとか、そうですね、冬休みとか、そういう受験直前期に60時間っていうのが一気に確保できるかっていうと、これも
難しいですよ、卒業って。もうみんなもうですね、頑張ってめちゃくちゃこう直前期なので、ラストスパートなわけじゃないですか。その時に60時間確保するのか、あの、自転車乗ってるこの30分を毎日続けると、こんだけ取れるわけじゃないですか。って思って、まずこうやって勉強してたので、皆さんもぜひ参考にしてほしいですね。で、まあ、あの、とある高校でですね、自分ずっとじゃないですけど、入った時は40番ぐらいだったんです。320人のうちの、まあ、40番ぐらいだったんですけど、その後になんか20番ぐらいになってちょっと下げれないんですよね。なんか親にとか先生に上がったじゃんって言われるんで、まあ、嬉しいんで下げれないんですよね。だけど一方でこう吹奏楽にはまりだして、まあそうですね、授業が終わって3時4時5時6時ぐらいまで普通に部活してました。でその部活の時間が終わった後も練習してました。で帰ってからはなんか CD 聴いたりとか楽譜見たりとかしてました。だけどその成績を下げたくないしとでやってたら、最終的にあの一番最後のテストで5番まで来ました。なのでまず今じゃないんですけど継続してるとやっぱりそれだけ成果出ますし、なんかいろんなこう普段の生活の中でこう工夫できるところ、例えばお風呂に入ったらね、これとこういうところを覚えるとか、いろいろまだまだこう改善できるところってあるので、皆さんも一度ですね、自分の生活習慣、生活サイクルを見直して、まあ、ここ勉強時間当てるねなってところを探してみるのもいいかなと思います。今回は以上です。ありがとうございました。